茨城県道300号磯原停車場線は、茨城県北茨城市内を通る県道で、国道6号と JR 常磐線磯原駅とを接続する道路である。北茨城市磯原町本町起点1959年10月14日、新たな県道として、北茨城市磯原町の磯原停車場を起点とし、一級国道6号線交点を終点とする区間を本路線とする。 県道磯原停車場線として、茨城県が、県道路線認定した。1995年に整理番号300となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、郊外10月14日よりハット ABCDE。 水原危険県道路元京調書平成26年4月1日現在、茨城県法第779号対象9年4月1日、水原危険県国時第147号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より県道の路線名、及び整理番号の変更茨城県法第637号3月30日より、ありがとうございます。